皆さん、こんにちは。今日の動物です。もし、皆さんの体に傷がついて血が出たら、きっと赤でしょう。では、赤以外の色の血を見たことがありますか？今日紹介する動物は、青い血を持つ動物、カブトガニです。カブトガニは、4億5000年前から地球に生息しており、生きている化石と呼ばれる。カブトガニは、姿がカブトに似ており、カニのように這うためカブトガニと呼ばれるが、生物学的にはカニよりはサソリやクモに似ているという。海だけに生息するカブトガニは、泳ぐ能力が足りないと海岸で虫や小魚を狩りながら生活する。カブトガニは広い廃坑のために一度転ぶと再び起きるのが非常に難しいが、長い尻尾を利用したり同僚が発見すれば押してひっくり返すが、尻尾がないか短いと海岸で乾いて死ぬこともある。繁殖期になると海岸に上がってメスが砂の穴に卵を産むと、オスはメスの上に上がって卵を受精させるが、しばしばメス1匹に数匹のオスがくっつくこともある。中国やタイなどの海外ではカブトガニを食材として使うこともある。カブトガニは中身を食べるよりはカブトガニの卵を料理して食べるので、繁殖期に海岸に上がってくるメスを捕まえて料理するのに美味しくはないと言われている。一部のカブトガニはフグのようなテトロドトキシンの毒を持っているので気をつけなければならない。カブトガニの血はなぜ赤ではなく青なのだろうか。地球上に存在する人間とほとんどの生物は血液中に酸素を伝達する際にヘモグロビンを使用するが、寒くて酸素が不足している環境で生活するカブトガニは酸素を伝達する際にヘモシアニンを使用される。このヘモシアニンには銅が含まれており、血液が酸素と出会うと青色に見えるのだ。ところで、この青い血のせいでカブトガニが絶滅することもあるのはご存知ですか？カブトガニの青い血はワクチンや薬品を開発する上で非常に重要な役割を果たしていますが、一般的な動物より免疫システムが単純で、体にウイルスが入ってくると血自体が凝固してウイルスが体に拡散するのを防ぐため、得意な特性を持つカブトガニの血液中に免疫システムを利用して薬品に有害物質があるかどうかを確認することができる。このような実験が可能なのはカブトガニの血から抽出される LAL というタンパク質のおかげだが、もしウイルスがあれば血液がゼリーのように変わることになる。LAL 検査方式は成功すぎて多くの製薬会社でカブトガニの青い血を狙っており、1リットル約180万円で取引されている。カブトガニの血を得るために毎年50万匹のカブトガニを捕獲し、血液全体の 30% を採血した後再び海に放出するが、採血の過程で 10% のカブトガニが死んで海に帰っても 30% が間もなく死ぬ。新型コロナウイルスが発生すると多くの製薬会社がワクチン開発に多くのカブトガニの血が使われ、個体数が減少し続けているため絶滅する可能性もあるという。もともとカブトガニはとても個体数が多かった生物でしたが、過去にカブトガニをすりおろして肥料として活用する農業法が流行すると、毎年数百万匹のカブトガニが肥料として作られ絶滅しそうになったが、化学肥料が登場して危機を乗り越えたカブトガニは現在は実験材料として犠牲になっているのだ。今日は生きている化石カブトガニについて紹介しました。次に紹介する動物も期待してください。